12月の壁面掲示は雪とポインセチアです。今年はこのゆらゆら揺れるあのぶら下がった雪の結晶を付け加えてみました。ラミネートした雪の結晶のこの透明の部分、捨ててしまう部分ですね、これもったいないので使ってみました。1センチぐらいの幅に細長く切ります。これに両面テープを貼っていきます。両面テープも細長く切って、1枚は一番端っこに、もう1枚か2枚途中に貼ります。この両面テープを剥がして、ここに雪の結晶を貼っていきます。下の方はちょっと大きめを貼る方がいいかな。まっすぐに貼りましょう。あともまっすぐでもいいのですが、ちょっと左右にずらした方が動きが出て面白いと思います。そして一番端っこの部分を反対側に2センチぐらい折り曲げておいてください。この折り曲げた部分、ここに押しピンを刺します。そして壁に、結晶がこう前に飛び出てくるような感じで押します。そうすると雪の結晶が少し前に出てきて、風が吹いたりすると揺れます。押しているところを拡大するとこんな感じです。風が吹いたり子供たちが通ったりすると雪の結晶が揺れます。まるで雪が舞っているような感じになります。ポインセチアは去年作った画用紙のものと今年作ったお花紙のものを交互に貼ってみました。ここに輝きノートを掲示する予定になっています。こちらは去年掲示したものです。